広報をやちまった。令和2年3月1日発行。第848号。発行、やちまた市。編集、総務部、秘書広報課。発行日、毎月1日15日。郵便番号、289-1192。千葉県八街市八街保35番地29。電話043-443-1111。ファックス043-444-0815。ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/。 提供八街市役所、制作八街市朗読グループやまびこ、協力八街市社会福祉協議会。皆さんこんにちは。庭の木々の芽もふっくらとし、春の訪れを感じられる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。それでは主な内容をご紹介いたします。令和元年八街市八街市教育委員会定例表彰式。各種お知らせ。ゴミ収集カレンダー。家庭ゴミの分け方、出し方。みんなの広場。こんにちは、保健センターです。以上でございます。人口の動き。2月1日現在、人口 69,368 人。前月比マイナス141人。男 35,446 人。女 33,922 人。所帯数 31,854 所帯。1ページ。受賞おめでとうございます。令和元年度八街市、八街市教育委員会定例表彰式。2月2日日曜、中央公民館で、市政の発展に尽力された方を称える、令和元年度八街市、八街市教育委員会定例表彰式が行われ、今年度は功績が顕著な49人と6団体に市または教育委員会から表彰状と記念品が贈られました。市表彰受賞者継承略、里見紗理奈、沖区、中村新一、東吉田区、佐々木健志郎、富山区、山口智子、東京都、植草歩美、東京都、石山かの、墨野区、松尾瑞希、山田大工、小川博樹、東京都、糸久国男、大東区、山本圭一、三区、前田正人、東吉田区、滝本玲奈、山田大工、山本真也、夕日が丘区、長谷川匠、沖区。教育委員会表彰受賞者継承略、八木夏美、四区、田辺ひなの、富山区、柳美月、住野区、麦倉空、米原区、黒田光、富山区、国島海、旭区、斉藤咲、肘海区、小林奈由、一区、江口沙羅、大東区、高橋杏奈、肘海区、稲葉光、富山区、長野美優、二区、
長野豪樹二区、片山優斗西林区、井上義治肘海区、井上ゆりや肘海区、松岡匠夕日が丘区、山田康生四区、望月優東吉田区、杉山クララ西林区、戸田真紀山田大区、藤名吉倉区、飯塚雄生旭区、中川匠二区、鈴木相馬千葉市、阿部美久六区、奈良由美子二区、江沢雫桜市、原田杏奈一区、斉藤しおり三部郡横芝光町、原田若菜一区、松島ほのか夕日が丘区、斉藤あかり三部郡横芝光町、越川大輝旭市、佐久間理子旭市、千葉黎明高等学校アーチェリー部ゴルフ部男子、ゴルフ部女子、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、陸上競技部、大木翔太郎、戸塚時矢、吉橋元房、大野明人、高橋歩、定例表彰式の写真が掲載されております。台風第15号などによる八街市災害復興住宅資金利子補給金の申し込みを受け付け、市では令和元年の台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により被災した住宅の代わりとして、市内に住宅を建設、購入または被災した住宅の補修をするため、金融機関から資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。対象となる方、次の要件をすべて満たす方が対象となります。被災した住宅に対して市から罹災証明書を交付されており、本人または親族が被災住宅に居住していて、被災住宅を本人または親族が所有している。融資の実行が令和2年3月31日までに行われる。利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない、または受けようとしていない。補助金額5年以内、利子のうち年利 2% 以内、利子補給対象の借入れ金額10万円以上500万円以下、本制度施行前に借入れされた方、令和元年9月9日以降、この制度施行前にすでに借り入れていた住宅復興資金についても対象となります。令和元年9月9日から12月31日までに支払った利子については、令和2年3月19日木曜までに交付申請をする必要があります。制度など詳しくは都市整備課へお問い合わせください。問い合わせ都市整備課、電話 443-1432。 春のノルディックウォーク参加者を募集。桜の並木道を歩いて春の訪れを感じてみませんか？2本のポールを使って歩き、無理な負荷がなく全身運動ができ、生活習慣病、介護予防、リハビリなどでも認められてきたノルディックウォーク。日時、3月29日日曜雨天中止、午前8時40分から、会場スポーツプラザから桜の名所の往復、約 6.6 キロ。対象、
原則市内在住、在勤、在学の方、定員60人、費用無料、申し込み3月22日日曜までにスポーツ振興課へ電話または窓口で申し込み、持ち物、手袋、帽子、飲み物、リュックサックなど、歩きやすい服、靴でお越しください。荷物は各自で管理をお願いします。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。これで1ページは終わります。2ページ。令和2年度高齢者外出支援タクシー利用助成事業の申請受付を開始。運転免許証を有していない65歳以上の方などが市内の移動にタクシーを利用する際、運賃の一部を助成する申請を受け付けます。対象者、市内に居住し住民登録をしている満65歳以上の方で、1または2に該当する方。1、運転免許証を持っていない。2、病気などで自動車などを運転することができない。運転できない期間のみ対象。重度の障害者手帳をお持ちで、福祉タクシー利用助成の対象の方は、どちらかを選択できます。利用方法。タクシーに乗車した際、利用助成券と本人確認ができるものを運転手に提示し、運賃を支払うときに利用助成券をお渡しください。申請に必要なもの。印鑑、保険者証、運転経歴証明書など本人確認ができるもの。対象者1の方、運転経歴証明書または運転免許の取消通知書、証明書などがない場合は、申請書の確認書に記入することで申請できます。対象者2の方、診断書。申請書受付開始日、3月2日月曜。利用できるタクシー会社、京成タクシーさくら株式会社八街営業所。電話443-3521。有限会社愛光タクシー、電話 441-1022。 令和元年度分の利用助成券黄色は4月1日以降は使用できません。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207。八街市公式ツイッターで情報を発信中。八街市公式ツイッター。八街市では市の取り組みやイベントなどの行政情報のほか、市の魅力、防災、防犯情報などを発信します。ツイッターとは140文字以内の文章を投稿する無料のウェブサービスで、スマートフォンや携帯電話、パソコンなどから使用できます。文字だけでなく、写真や画像、動画の投稿も可能です。問い合わせ、秘書広報課、電話 443-1112。 八街市公式アカウント、@CITY_YACHIMATA。ユーザー登録がなくても閲覧できます。https://twitter.com/city_yachimata。 QR コードが掲載されております。学校給食費の納付をお願いします。学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達を目的の一つとしており、
バランスの取れた栄養豊かな給食を提供するために、食材料の購入や調理、配送など様々な過程を経ています。保護者の皆さんが納めている学校給食費は、食材の購入費のみに充てており、施設の整備費や調理などの人件費、光熱水費、給食の配送委託などの経費は市が負担しています。学校給食費は原則口座振替による支払いとなりますが、銀行口座の残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、児童・生徒を通して納入通知書をお渡しします。納入通知書の2面に記載のある各金融機関のほか、各小・中学校・学校給食センターで学校給食費の支払いをお願いします。経済的に学校給食費の支払いが困難な方は、家族の収入状況に応じて援助を受けられる場合がありますので、学校教育課、電話 443-1446 にご相談ください。学校給食費の未納がある方には、催告書や督促状の送付を行うとともに、各小・中学校と学校給食センターが連携し、学校における保護者面談などで納付をお願いしています。まだ、児童音声・助成による電話催告を行っています。電話催告の内容は、音声ガイダンスで本人の確認を行った後、学校給食費未納などの説明と納付勧奨です。電話催告の発信専用番号、電話 312-6155。 特別な理由もなく、納入指導にも応じない悪質な長期未納者には、法的措置として簡易裁判所への支払い督促申し立てを行い、保護者間の公平性の確保に努めています。保護者の皆さんには、学校給食の意義をご理解いただきまして、学校給食費の支払いに納め忘れがないか再度ご確認をお願いするとともに、遅延がないようお願いいたします。問い合わせ、学校給食センター、電話 444-1181。令和2年度会計年度任用職員を募集。介護保険の給付関係事務。募集人員1人。募集要件。パソコン業務ができる方。軽微な事務作業。勤務時間。月曜から金曜日。月17日以内。午前9時から午後3時30分。休憩。正午から午後1時。勤務時間は、を相談します。勤務場所、高齢者福祉課、報酬、時給980円、期末手当、通勤手当、2km 以上、別途支給、募集期間、3月19日木曜、詳しくは、高齢者福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 443-1491。 幼稚園教諭、募集人数2人、募集要件、幼稚園教諭免許状を所持している方、勤務時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時、休憩45分間、勤務場所、市内公立幼稚園、給料、月額、195,500円。地域手当、期末手当、通勤手当、2km 以上、別途支給。募集期限、3月13日金曜。詳しくは、教育総務課へお問い合わせください。問い合わせ、教育総務課、電話 443-1442。パブリックコメントで意見募集した結果のお知らせ。八街市総合計画
2015後期基本計画案及び第二次八幡市町人仕事創生総合戦略案募集期間令和元年12月17日火曜から1月16日木曜意見の提出状況6人の方から19件の意見がありました。意見と市の考え方については市ホームページまたは企画制作課図書館でも閲覧できます。問い合わせ企画制作課電話 443-1114 仮称八幡市行財政改革プラン2020案募集期間令和元年12月17日火曜から1月16日木曜意見の提出状況一人の方から二件の意見がありました。意見と市の考え方については市ホームページまたは財政課図書館でも閲覧できます。問い合わせ財政課電話 443-1268 これで2ページを終わります。3ページ八幡市の各区を紹介します。10ライオンズガーデン区八幡市には39の区がありそれぞれの地区でその地域ならではの歴史や文化がありそこに暮らす住民同士による様々な自治活動が行われています。今月はライオンズガーデン区を紹介します。ライオンズガーデン区は中央公民館、図書館、郷土資料館の敷地に隣接したマンション、住所、八幡保801番地1の住民で組織されています。JR 八幡駅に比較的近く、マンションの周りには飲食店やスーパーなどもあることから、生活の利便性が高い地域です。区の成り立ちは平成4年にマンションが建設された後、マンションの住民が五区から独立したことが始まりです。こういった経緯から、現在も11月の八幡神社大祭の際には、五区の催しへ参加する区民もいます。マンションには約130世帯の入居しており、世代ごとの割合は15歳未満が約 11%、15歳から64歳が約 72%、65歳以上が約 17% と、市の平均値と比較しても、現役世代が多く住んでいると言えます。自治活動としては、5月にゴミ拾い、8月に納涼祭を開催しているほか、7回ある会ごとに班を編成し、区の活動などについて回覧を実施しています。当マンションへ入居された際は、ぜひとも区へご加入ください。問い合わせ、八幡市区長会事務局、市民共同推進課内、電話 312-1140、マンション外観の写真が掲載されております。八幡市暮らしの便利帳市政要覧を配布します。株式会社サイネックスとの共同事業により発行した八幡市暮らしの便利帳市政要覧を3月10日火曜頃から3月31日火曜までに市内のご家庭に配布します。3月31日火曜までに届かない場合は秘書広報課へご連絡ください。問い合わせ、秘書広報課、電話 443-1112。市政要覧の写真が掲載されております。春季全国火災予防運動実施3月1日から7日。全国統一防火標語、一つずついいね。で確認、火の用心。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり火災予防思想の一層の普及を図ることで
火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐために毎年実施しています。焚き火による火災が増えています。令和元年中の桜市、八街市及び酒々井町で発生した火災件数は83件で、出火原因の第1位は焚き火です。焚き火をしている間は必ず消火の準備を行い、その場を離れてはいけません。焚き火が終わった後は確実に消火しましょう。風の強い日や空気が乾燥した日に焚き火を置かないようにしましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。我が家の火災警報器、今すぐチェック。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるためとても危険です。10年を目安に交換しましょう。ボタンを押す、または紐を引いて作動確認をしましょう。10年経っていなくても故障などの場合は交換が必要です。設置時期を確認してみましょう。火災警報器を設置した時に記入した設置年月、または本体に記載されている製造年を確認してください。問い合わせ、桜市、八街市、酒々井町消防組合消防本部予防課、電話 481-1217。 火災警報器の電池切れや設置時期などを確認しましょう。自衛官募集案内。幹部候補生一般大卒程度試験、22歳以上、26歳未満のもの、20歳以上、22歳未満のものは、大卒、見込み含む、修士課程、修了者等、見込みを含むは、28歳未満のもの、受付期間、3月1日日曜から5月1日金曜、同じく、幹部候補生一般、引率者試験、20歳以上、28歳未満のもの、修士課程修了者等、見込み含む、受付期間3月1日日曜から5月1日金曜、幹部候補生、歯科、薬剤科、専門の大卒、見込み含む、20歳以上、30歳未満のもの、薬剤科は20歳以上、28歳未満のもの。3月1日から5月1日金曜。一般走行補正、18歳以上、33歳未満のもの。32歳のものは採用予定月の末日現在、33歳に達していないもの。受付期間。3月1日日曜から5月15日金曜、または7月1日水曜から9月10日木曜。申請、自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所、電話 0476-226275、 自衛官募集ホームページ。
https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/成田地域事務所 QR コードが載っております。3月の移動交番情報。午前10時から11時30分、午後12時から3時30分、諸事情により開設できない場合があります。2日月曜午前、上伊佐子安らぎの家、午後、霞朝日店、3日火曜午後、イオン八幡店、4日水曜午前、セブンイレブン山田台店、午後、泉台区民センター、5日木曜午後、一区コミュニティセンター、6日金曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店、9日月曜午前、南部老人憩いの家、午後、ひじかいコミュニティセンター、10日火曜午前、ランドローム東吉田店、午後、イオン八幡店、11日水曜午後、ファミリーマート八幡五宝区井店、12日木曜午後、上伊佐子安らぎの家、16日月曜午前、セブンイレブン山田台店、17日火曜午前、イオン八幡店、18日水曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店、午後、霞朝日店、19日木曜午前、南部老人憩いの家、午後、一区コミュニティセンター、23日月曜午前、ファミリーマート八幡五宝区井店、24日火曜午前、ランドローム東吉田店、午後、イオン八幡店、25日水曜午後、ひじかいコミュニティセンター、26日木曜午後、富山コミュニティセンター、27日金曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店、午後、一区コミュニティセンター、30日午前、セブンイレブン山田台店、午後、霞朝日店、31日火曜午前、ファミリーマート八幡五宝区井店、午後、南部老人憩いの家。問い合わせ、桜警察署八幡幹部交番、電話 443-1110。 これで3ページを終わります。4ページ、ゴミ収集カレンダー令和2年4月から9月。4月1日水曜可燃、2日木曜プラ容器、3日金曜可燃、4日土曜古紙 B、 6日月曜可燃、7日火曜缶古紙 A、 8日水曜可燃、9日木曜不燃、電池蛍光灯 AB、 10日金曜可燃、11日土曜ペット古紙 D、 13日月曜可燃、14日火曜金物灯古紙 C、 15日水曜可燃、16日木曜プラ容器、17日金曜可燃、
18日土曜、古紙 B。20日月曜、可燃。21日火曜、寒、古紙 A。22日水曜、可燃。23日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。24日金曜、可燃。25日土曜、ペット、古紙 T。27日月曜、可燃。28日火曜、瓶、古紙 C。30日木曜、不燃。5月、祝日、休日収集。5月5日火曜、古紙 A。5月6日水曜、可燃。クリーンセンターへの直接搬入はできません。1日金曜、可燃。2日土曜、古紙 B。5日火曜、古紙 A。6日水曜、可燃。7日木曜、プラ容器。8日金曜、可燃。9日土曜、ペット、古紙 D。11日月曜、可燃。12日火曜、金物等、古紙 C。13日水曜、可燃。14日木曜、不燃、電池、蛍光灯 A、E。15日金曜、可燃。16日土曜、古紙 E。18日月曜、可燃。19日火曜、寒、古紙 A。20日水曜、可燃。21日木曜、プラ容器。22日金曜、可燃。23日土曜、ペット、古紙 D。25日月曜、可燃。26日火曜、瓶、古紙 C。27日水曜、可燃。28日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。29日金曜、可燃。6月、1日月曜、可燃。2日火曜、寒、古紙 A。3日水曜、可燃。4日木曜、プラ容器。5日金曜、可燃。6日土曜、古紙 E。8日月曜、可燃。9日火曜、金物等、古紙 C。10日水曜、可燃。11日木曜、不燃、電池、蛍光灯 A、B。12日金曜、可燃。13日土曜、ペット、古紙 D。15日月曜、可燃。16日火曜、寒、古紙 A。17日水曜、可燃。18日木曜、プラ容器。19日金曜、可燃。20日土曜、古紙 B。22日月曜、可燃。23日火曜、瓶、古紙 C。24日水曜、可燃。25日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。26日金曜、可燃。27日土曜、ペット、古紙 D。29日月曜、可燃。30日火曜、寒。7月、祝日収集。7月23日木曜、プラ容器、電池、蛍光灯 C、D。クリーンセンターへの直接搬入はできません。1日水曜、可燃。2日木曜、プラ容器。3日金曜、可燃。4日土曜、古紙 B。6日月曜、可燃。
7日火曜、菅古志 A。 8日水曜、可燃。9日木曜、不燃。電池蛍光灯 A、B。 10日金曜、可燃。11日土曜、ペット古志 D。 13日月曜、可燃。14日火曜、金物等古志 C。 15日水曜、可燃。16日木曜、プラ容器。17日金曜、可燃。18日土曜、古志 B。 20日月曜、可燃。21日火曜、菅古志 A。 22日水曜、可燃。23日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。 25日土曜、ペット古志 D。 27日月曜、可燃。28日火曜、瓶古志 C。 29日水曜、可燃。30日木曜、不燃。31日金曜、可燃。8月1日土曜、古志 B。 3日月曜、可燃。4日火曜、菅古志 A。 5日水曜、可燃。6日木曜、プラ容器。7日金曜、可燃。8日土曜、ペット古志 D。 11日火曜、金物等古志 C。 12日水曜、可燃。13日木曜、不燃。電池蛍光灯 A、B。 14日金曜、可燃。15日土曜、古志 B。 17日月曜、可燃。18日火曜、菅古志 A。 19日水曜、可燃。20日木曜、プラ容器。21日金曜、可燃。22日土曜、ペット古志 D。 24日月曜、可燃。25日火曜、瓶古志 C。 26日水曜、可燃。27日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。 28日金曜、可燃。31日月曜、可燃。9月祝日収集。9月22日火曜、瓶古志 C。 クリーンセンターへの直接搬入はできません。1日火曜、菅古志 A。2日水曜、可燃。3日木曜、プラ容器。4日金曜、可燃。5日土曜、古志 B。 7日月曜、可燃。8日火曜、金物等古志 C。 9日水曜、可燃。10日木曜、不燃。電池蛍光灯 A、B。11日金曜、可燃。12日土曜、ペット古志 D。 14日月曜、可燃。15日火曜、菅古志 A。 16日水曜、可燃。17日木曜、プラ容器。18日金曜、可燃。19日土曜、古志 B。22日火曜、瓶古志 C。 23日水曜、可燃。24日木曜、プラ容器、電池蛍光灯 C、D。 25日金曜、可燃。26日土曜、ペット古志 D。 28日月曜、可燃。29日火曜、菅。30日水曜、可燃。
ゴミ分別用語の説明。可燃、紙類、布類、小さなプラスチック。金物等、金物、小型家電、合質プラスチック。プラ容器、トレイ等、プラスチック製容器包装。不燃、陶磁器、ガラスくず、分解できないものなど。電池、蛍光灯 A、B。乾電池、蛍光灯 A、B 地区の型。電池、蛍光灯 C、D。乾電池、蛍光灯 C、D 地区の型。ペット、ペットボトル、瓶、飲料用瓶など。古紙、乾電池、蛍光灯、粗大ゴミの地区割り。A 地区、1区、2区、3区、4区、7区、大東。B 地区、朝日、肘海、隅野、えのき戸、泉台、藤野台、希望の森、八幡、えのき戸学園台。C 地区、五区、富山、大関、西林、夕日が丘、米原、緑台、希望が丘、ライオンズガーデン。D 地区、六区、下区、滝台、山田台、沖、大やる、小やる、寝小屋、岡田、持ち草、瀬田、東吉田、吉倉、伊佐子、上伊佐子、ガーデンタウン。古着や羽毛布団などを引き取ります。洗濯済みの衣類、靴類、ベルト類、ぬいぐるみに分類し、ビニール袋に入れ、羽毛布団は破れていたり汚れていないものをお持ちください。ゴミを直接搬入する際のお願い。ゴミ袋に入るゴミは分別を行い、指定ゴミ袋に入れて搬入してください。分別ができていないと搬入をお断りする場合があります。ゴミの分別にご協力をお願いします。使用済み植物性食用油の収集。収集日、毎月第2水曜日。収集場所、環境課、クリーンセンター、スポーツプラザ、中央公民館、老人福祉センター、南部老人憩いの家。ペットボトルに入れてお持ちください。問い合わせ、クリーン推進課、電話 443-6937。これで4ページを終わります。5ページ、家庭ゴミの分け方、出し方。ゴミは分別して指定袋に入れ、収集日の午前8時30分までにゴミ収集場所に出してください。ゴミ収集場所に出せるもの、可燃ゴミ、燃やせるゴミ、乳白色、月曜日、水曜日、金曜日、台所の生ゴミ、料理くず、残飯など、紙くず類、汚れた紙、ティッシュペーパーなど、繊維類、衣類、タオル、その他布類、落ち葉や刈り草、ゴム、革製品、バッグ類、靴、ゴム手袋など、ビニール類、ビニール袋、ラップなど、アルミ箔、ビデオテープ、カセットテープ、CD、DVD の本体とケース、プラスチック製容器包装で汚れが取れないもの、生ゴミは水切りを十分行ってください。剪定した庭木や枝、月曜日、水曜日、金曜日、剪定した庭木や枝は乾かし、長さ50センチメートル、直径30センチメートル程度に束ねて紐で縛って出してください。1回に出せる量は5束程度です。量が多い場合は何回かに分けて出すか、クリーンセンターへ直接搬入してください。細い角材などは
燃やせるゴミの袋に入れてください。太さが10センチメートル以上の庭木や角材は、長さ50センチメートルにしてクリーンセンターへ直接搬入してください。資源ゴミ、缶、緑色。第1、第3、第5火曜日。ジュースやビールなどのスチール缶、アルミ缶。缶詰、菓子、粉ミルク、ペットフードなどの缶。中身を取り除き、水ですすいで出してください。使い切ったスプレー缶、エアゾール缶、カセットボンベなど。スプレー缶などはガス抜き、キャップでガスを出し切ってから穴を開けてください。カセットボンベはカセットコンロなどで中身を完全に使い切ってから穴を開けてください。ガス抜き、穴開けは屋外で風通しが良く、日の気のない場所で行ってください。瓶、黄色。第4火曜日。ジュース、酒、調味料、ジャム、コーヒーなどの瓶。中身を取り除き、水ですすいで出してください。蓋はその素材に応じて分別してください。プラスチック製容器包装、透明。第1、第3、第4木曜日。プラマーク表示のあるプラスチック製の容器、包装、レジ袋、菓子やパンなどの袋、包装フィルム、食品トレイ、卵などのパック、カップ麺やプリンなどの容器、ソースやシャンプーなどのボトル容器、瓶やペットボトルなどの蓋、発泡スチロール、野菜や果物の網袋など、どうしても汚れの取れないものは燃やせるゴミで出してください。ペットボトル水色。第2、第4土曜日。ペットマーク表示のあるジュース、お茶、飲料水、醤油などのペットボトル、水ですすぎ、潰して出してください。ラベルとキャップは、その素材に応じ、プラスチック製容器包装、または、燃やせるゴミを出してください。古紙、A 地区、第1、第3火曜日。B 地区、第1、第3土曜日。C 地区、第2、第4火曜日。D 地区、第2、第4土曜日。新聞、チラシ、段ボール、紙パック、牛乳などの紙パックで内側が白いもの。雑誌類、雑誌、週刊誌、単行本、パンフレット、カタログ類、雑紙、包装紙、菓子、タバコなどの紙箱、紙袋、名刺、封筒、コピー用紙、はがき、トイレットペーパーやラップの芯など、蒸気の区分ごとに紙紐やビニール紐で十文字に縛る。腰に粘着テープやビニール、配達伝票などが付いている場合は取り除く。再生ゴミ、金物、小型家電、硬質プラスチック、紫色。第2火曜日。金物、鍋、フライパン、他の製品から分別した金属類など金属全般、リモコン、電池は取り除く。小型家電、炊飯器、ポット、ラジオカセットプレイヤー、ドライヤーなど指定袋に入る小型家庭電気製品、家電4品目とパソコンは除く。傘は分解して中の棒や骨の部分を入れてください。傘布は燃やせるゴミで出してください。硬質プラスチック、バケツ、洗面器、ゴミ箱など、硬い材質のプラスチック製品で、鉄、ゴミ、紙は取り除く。ガスライターは、中身のガスを使い切った後、分解して出してください。ガス抜きや分解は屋外で、風通しが良く、日の気のない場所で行ってください。有害ゴミ。乾電池オレンジ色。A、B 地区、
第2木曜日、C、D 地区第4木曜日、乾電池、水銀体温計、温度計、電球、補助球、透明なビニール袋でも使用か、縦 25cm×横 15cm 程度、小型充電式電池、リチウムイオン電池など、ボタン電池は金属端子部をテープで絶縁して出してください。蛍光灯、AB 地区第2木曜日、CD 地区第4木曜日、関係丸岩、直関係棒状、球形の蛍光灯、ガムテープは使用せずに、紐で縛るか製品の箱に入れて出してください。不燃ゴミ、燃やせないゴミ赤色、第2、第5木曜日、ガラス類、板ガラス、レンズ、鏡、コップ、陶磁器類、茶碗、皿、植木鉢、分解できない品物、カミソリなど、蒸気に分類できないもの、素材などが不明な場合は、クリーン推進課へお問い合わせください。粗大ゴミ、直接搬入、無料。ゴミの発生場所を確認するため、運転免許証やマイナンバーカードなど公的な証明を提示していただきます。指定袋に入るゴミは分別し、袋に入れて搬入してください。搬入日時、日曜日、祝日を除く。月曜日から金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時30分、土曜日、午前9時から正午。個別収集、有料、収集日、A 地区、第1火曜日、5月は5月7日、木曜、B 地区、第2火曜日、C 地区、第3火曜日、D 地区、第4火曜日、9月は9月23日水曜。1、クリーン推進課に収集の予約をする。1回の収集は3個まで。収集日、8日前までに予約。収集日、8日前が祝日、振替休日の場合は、10日前までに予約をしてください。2、粗大ごみ処理券 A 券を購入する。1個につき、粗大ごみ処理券1枚が必要です。3、粗大ごみ処理券を粗大ごみに貼り、自宅の駐車場など、収集車に積み込みやすい場所に運んでおく。引っ越しなどで大量の粗大ごみが出る場合は、クリーン推進課へお問い合わせください。指定ごみ袋に入り、ごみ収集場所に出せるごみは除きます。市で収集、処理できないゴミ、販売店、工事、請負業者、または専門業者にご相談ください。自動車、自動二輪、部品も含む、タイヤ、バッテリー、オイル、灯油、ガソリン、ガスボンベ、石、土、プランターの土も含む、消火器、農業用ビニール、農薬、コンクリート、ブロック、レンガ、断熱材、石膏ボード、建築廃材など。家電4品目。エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機。家電4品目は自分で解体などせずに家電リサイクル法に基づいた適正なリサイクルをお願いします。1、買い替えをする小売店、または過去にその家電製品を購入した小売店に引き取りを依頼する。リサイクル料金、家電リサイクル券、収集、運搬料金が必要です。詳しくは小売店へお問い合わせください。2、自分で指定引き取り場所へ直接申し込む。株式会社エコマイン、富里市、戸倉604番地5、電話 0476940050、 日本通運株式会社千葉東支店、
桜市大阪1丁目8番地7、電話 498-0856、家電リサイクル券が必要です。3、1または2ができない場合は、クリーン推進課に個別収集を依頼する。収集日の予約をする。他の粗大ごみと合わせて3個まで。収集日は粗大ごみ、個別収集と同じ日程です。家電リサイクル券の他に、粗大ごみ処理券 A 券、B 券が必要です。家電リサイクル券は、郵便局でリサイクル料金を振り込むと受け取れます。粗大ごみ処理券 A 券、B 券は、環境課、クリーン推進課で購入できます。リサイクル料金は、家電リサイクル券センター RKC へお問い合わせください。電話 0120-319640。 粗大ごみ処理券料金表 A 券1個550円 B 券エアコン1430円テレビ1320円冷蔵庫冷凍室1980円、洗濯機乾燥機1760円、家庭用パソコン、製造メーカーに直接申し込んでください。製造メーカーが不明なものや自分で組み立てたものは、一般社団法人、パソコン 3R 推進協会へお問い合わせください。電話 03-5282-7685。 詳しくは市ホームページをご覧ください。 https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/22/問い合わせ、クリーン推進課、電話 443-6937、QR コードが掲載されております。これで5ページを終わります。6ページ、みんなの広場、伝言版、催し、講座、第2回高齢者スローピッチソフトボール大会、日時4月の5日、日曜午前9時から正午、会場北部グランド、対象60歳以上の方、運動できる服装でお越しください。費用無料。問い合わせ鈴木俊秀、電話 090-4004-8957。 お知らせ、災害ボランティアセンター振り返り会、連携強化と情報交換を目的に開催します。どなたでも参加できます。日時3月14日土曜、午前9時30分から正午、会場総合保健福祉センター、内容、地域のつながりと防災・減災について、台風15号被害におけるボランティアセンターの改善策、定員80人、費用無料。問い合わせ、八街市社会福祉協議会、電話 443-0748。 在宅介護者お話し会、お菓子のデコレーション体験。日頃介護の悩みを誰にも話せなくて困っている方、同じ立場の方と話してみませんか？専門の介護職員がどんなことにでも質問にお答えします。日時3月17日火曜、午後1時30分から3時、会場中央公民館、内容簡単菓子のデコレーション、お話し会、個別相談、介護サービスなど、対象、在宅介護者、認知症の方の家族など、費用無料。
申し込み、八街市社会福祉協議会、電話 443-0748、 文化講演会、八街市文化協会では講演会を開催します。どなたでも受講できます。日時3月14日土曜午後1時から。会場中央公民館。内容1、講演会。講師八街市社会福祉協議会会長石毛勝氏。2、お楽しみ会。司会丹羽宗司氏、フレンドリーマジシャン須藤義康氏、歌手香取幸恵氏。対象一般市民、費用無料。問い合わせ八街市文化協会会長田村昭夫、電話 443-4828。 千葉県立八街高等学校令和2年度聴講生募集。4月から本校の授業を生徒とともに受講してみませんか。募集講座、曜日定員、中国語、木曜金曜日2人、1授業コマは50分間、講師、有識者、八街高校教諭など。応募期間3月2日月曜から6日金曜、面接を含んだ説明を行います。応募多数の場合、抽選で決定します。詳しくは県立八街高等学校にお問い合わせください。問い合わせ、千葉県立八街高等学校教務部、電話 444-1523。 中途失調者、難聴者との手話学習とミニ懇談会。日時3月7日土曜午後1時30分から4時。会場桜市中央公民館。費用無料。初回参加時のみ。手話テキスト代1200円。申し込み不要で要約筆記でサポートします。問い合わせ NPO 千葉県中途失調者難聴者協会本部、電話ファックス 047-432-8039。 月曜水曜金曜日午後1時から5時。千葉年金事務所茂原分室は年金サテライト茂原として移転します。業務開始日3月2日月曜午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日年末年始を除く。移転先茂原市千代田町 1-6 茂原サンベルプラザ1階、茂原駅南口から徒歩1分、専用駐車場はありません。業務内容、年金相談、厚生年金保険や国民年金関係の届出書などの受付。予約受付専用番号、ナビダイヤル、電話 0570-0548900 で始まる電話番号。電話 03-6631-7521。 予約受付時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日年末年始を除く。年金相談は事前予約をお願いします。予約の方優先。予約の際は基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証明をお手元にご用意ください。問い合わせ幕張年金事務所、電話 212-8621。 借金問題は解決できます。一人で悩まずご相談ください。予約不要。相談は無料。秘密は厳守します。
問い合わせ、財務省千葉財務事務所、債務相談窓口、電話 251-7830。 八幡駅北口市を開催、日時3月8日日曜、雨天中止、午前9時から午後3時、会場八幡駅北口ロータリー隣、内容様々なステージイベント、八幡産落花生、新鮮野菜、ラーメン、焼きそばなどの販売。問い合わせ八幡未来、岡田、電話 443-4359。 ミニ花展が開催されました。市役所玄関ロビーで、八幡市茶道坂道連盟主催によるミニ花展が1月20日月曜から24日金曜に開催されました。彩り豊かに生けられた季節の花々に市役所を訪れる市民の皆さんが心を和ませていました。その時の作品の展示が写真で掲載されております。中尾美恵さんらが更新保育園の園児と交流。昨年の台風第15号、第19号、および10月25日の大雨により、大きな被害を受けた本市に、1月23日木曜、歌手の中尾美恵さんと、白鴎大学の福岡正幸名誉教授が、更新保育園へ慰問に訪れました。中尾さんは園児たちに、みんなで助け合って頑張って、と激励し、かわいいベイビーの一節を披露しました。福岡さんは子供たちに大人気のおしり探偵の絵本などをプレゼントしました。その時の写真が掲載されております。市内各保育園、幼稚園、認定子供園、小中学校の卒業、卒園式、および入学、入園式の日程。私立保育園、卒園式、3月19日木曜。生活クラブ、風の村保育園、八幡、卒園式、3月21日土曜。八幡開拓保育園、卒園式、3月19日木曜。八幡私立幼稚園、卒園式3月18日水曜、入園式4月の10日金曜、八幡文化幼稚園、卒園式3月13日金曜、入園式4月10日金曜、八幡泉幼稚園、卒園式3月15日日曜、入園式4月12日日曜、八幡すずらん幼稚園、卒園式3月14日土曜、入園式4月12日日曜、明徳八幡子ども園、卒園式3月14日土曜、入園式4月4日土曜、小中学校卒業式入学式、八幡市立小学校卒業式3月17日火曜、入学式4月9日木曜、八幡市立中学校卒業式3月12日木曜、入学式4月8日水曜。以上で6ページを終わります。7ページ。こんにちは、保健センターです。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 443-1631。 お子さんの予防接種受け忘れていませんか？麻疹風疹混合ワクチン2期、対象小学校就学前の年長児、接種期限3月31日火曜。2種混合、対象11歳以上13歳未満。いずれの予防接種も接種期限
対象年齢を過ぎると自費による任意接種となります。まだ接種がお済みでない方は体調の良い時に早めに受けましょう。予診票がない方は再発行ができますので、母子健康手帳を持参の上、健康増進課までお越しください。すくすく相談、予約制、保健師、栄養士、歯科衛生士が育児に関する様々な相談に応じます。育児でお困りの方、ご相談ください。相談は無料です。日時、3月16日月曜午後1時30分から3時、会場、総合保健福祉センター。対象、1歳6ヶ月未満のお子さんとその保護者。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。令和2年度会計年度任用職員を募集。事務職、パートタイム。任用期間、6月1日から令和3年3月31日。募集人数1人。応募資格、簡単なパソコン操作ができる方。勤務時間、週25時間勤務。月曜から金曜日祝日を除く、午前9時から午後3時。勤務時間、日数は相談に応じます。勤務場所、健康増進課。業務内容、子ども医療費助成業務に関わる受付事務、書類整理、データ入力など。報酬、時給980円、期末手当、勤務時間週 15.5 時間以上、通勤費用 2km 以上は別途支給。保健師または助産師、フルタイム。任用期間4月1日から令和3年3月31日。募集人数1人。応募資格、保健師または助産師の資格がある方。勤務時間、週 38.75 時間勤務。月曜から金曜日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。勤務場所、健康増進課。業務内容、妊娠、出生届で業務に関わる、受付、相談、家庭訪問、子どもの検診など。給料、月給216,300円。地域手当、期末手当、通勤手当 2km 以上は別途支給。保健師または助産師、パートタイムも若干名募集しています。詳しくは健康増進課へお問い合わせください。休養と心の健康づくり。誰でも落ち込んだり、イライラするなど、心の調子を崩すことがあります。そんな時、自分の心とどのように向き合い、ストレスを緩和していけばいいのでしょうか。セルフメンテナンスをしてみましょう。心も病気になることがあり、眠れない、イライラ、不安、やる気が出ない、などの症状が出ます。まだ軽い症状であれば、信頼できる人に相談してみましょう。決して頑張りすぎないことが大切です。人は人、自分は自分と、自分に合った取り組み方を見つけましょう。自分に合った活動をしましょう。家族や友人と語り合うことや、趣味やスポーツ、旅行などの自分に合った活動を積極的に取り組むことで、ストレスを解消しましょう。周囲の環境を見直しましょう。労働環境や家庭環境がストレスを引き起こすこともあります。上司や家族に相談するか、外部の専門家に相談して、その環境を改善することを心がけましょう。
睡眠時間をしっかりとりましょう。睡眠時間が少ないとイライラや気分のムラが発生しやすくなり、ストレスが生じる場合が増えてきますので、なるべく生活リズムを整えましょう。医療機関の受診や専門機関に相談しましょう。どうしてもストレスなどで心が疲れている症状が取れないときは、医療機関に相談しましょう。3月は、自殺対策強化月間。もしあなたが悩みを抱えていたら相談してください。大切な人が悩みを抱えていることに気づいたら声をかけてみてください。そして相談窓口の情報をそっと教えてあげてください。その情報がその人の力になるかもしれません。ライトハウス千葉、日時、火曜から日曜日、祝日の月曜日、午前10時から午後5時、年末年始祝日の月曜日の翌火曜日を除く。電話 420-8066。 問い合わせ、千葉県子ども若者総合相談センター、千葉いのちの電話、電話相談、日時24時間。電話227-3900。対面相談予約制。日時月曜から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日正午から午後2時30分祝日を除く。電話222-4416。問い合わせ、社会福祉法人千葉いのちの電話。心の健康に関する電話相談、日時月曜から金曜日、祝日年末年始を除く、午前9時から午後6時30分、電話263-3893。問い合わせ、千葉県精神保健福祉センター。子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり、日時月曜から金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時、会場総合保健福祉センター3階スポーツプラザ、日時3月4日水曜、6日金曜、11日水曜、13日金曜、18日水曜、25日水曜、午前9時から午後4時、会場スポーツプラザ2階第1会議室。18日水曜の午前9時から11時30分は、子育て支援サポーターがいます。特定の団体のみの使用はできません。事故や怪我などには十分注意してください。問い合わせ、子育て支援課、電話443-1693。地域包括支援センターからのお知らせ。認知症サポーター養成講座。市では認知症について理解してもらい、認知症になっても周囲の方々に支えられながら暮らしていけるよう、認知症サポーター養成講座を開催します。10人以上集まれる自治会やサークルなどには講師の派遣もしています。日時、3月23日月曜、午前10時から11時30分、会場、総合保健福祉センター、対象、市民の方。認知症、高齢者等を抱える家族交流会。この会は介護者家族の悩みを語り合い、気持ちをほぐす場です。介護者だから感じることを話し、気持ちを軽くしていきませんか？日時、3月17日火曜、午前10時30分から正午。会場、総合保健福祉センター。対象、認知症の方を介護する介護者、家族。
定員15人。お申し込み問い合わせ先、地域包括支援センター、電話443-1207。これで7ページは終わります。8ページ。図書館に行ってみよう。図書館のホームページ。https://www.libraray.yashimata.chiba.jp 電話番号043-444-4946。図書館が通常開館します。空調工事などで長期間休館していますが、3月20日金曜より通常業務を再開します。皆さんにはご迷惑をおかけしましたが、ご理解、ご協力いただきましてありがとうございました。臨時窓口は3月15日日曜までとなります。開館再開時期、3月20日金曜午前9時から、3月25日水曜以降、毎週水曜日、金曜日、休館日を除くは午後7時まで開館します。3月31日火曜は午前9時から午後5時まで開館とします。今月の催し、お膝で抱っこのお話し会、申し込み不要。3月24日火曜、午前10時30分から、0から3歳のお子さんと保護者。お話し会、申し込み不要。3月21日土曜、28日土曜、午後3時から。満4歳から小学生。保護者は入れません。パラダイスシアター。3月22日日曜、グラディエーター。3月24日火曜、クレイマークレイマー。3月29日日曜、キタキツネ物語、児童向け。3月31日火曜、歴史秘話ヒストリア、戦国武将編、上杉謙信。午前は音声が日本語、字幕なしで午前10時30分。午後は音声が日本語、字幕ありで午後2時から、各日とも2回上演します。3月の移動図書館ひばり号、巡回予定日時。8日18日、毎月第1、第3水曜日。ひじかいコミュニティセンター、午後1時40分から2時。えのきど第2児童公園付近、泉台。午後2時20分から2時40分。藤野台集会所。午後2時50分から3時10分。緑台第一児童公園。午後3時30分から3時50分。5日、19日。毎月第1、第3木曜日。二州小学校沖分校。午前10時10分から10時30分。八幡市役所、午後0時40分から1時。富山コミュニティセンター、午後1時20分から1時40分。市営住宅、朝陽団地、午後2時から2時20分。11日、25日、毎月第2、第4水曜日。二州小学校、午後1時10分から1時30分。宮の原コミュニティセンター、午後1時50分から2時10分。上伊佐子安らぎの家、午後2時20分から2時40分。吉倉ガーデンタウン、午後3時から3時20分。希望が丘、午後3時40分から4時。12日、26日、毎月第2、第4木曜日。市営住宅、ささびき団地、午前9時40分から10時。大やる子供の遊び場、午後1時50分から2時10分。持ち草公民館、
午後2時30分から2時50分、朝日区コミュニティセンター、午後3時20分から3時40分。暴風雨など悪天候の時は運行を中止します。ひばり号は休館中も通常通り運行します。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口、日時、夜間、3月3日火曜、10日火曜、17日火曜、24日火曜、31日火曜、午後5時15分から8時、休日、3月29日日曜、午前8時30分から午後5時、会場、納税課、内容、市税の納付、納税相談、問い合わせ納税課、電話 443-1115。 市役所の日曜開帳日、今月は3月29日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱いますのでご利用ください。住民移動が伴う業務、国民年金業務は取り扱うことができません。相談コーナー。相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。法律相談弁護士。3月4日水曜、18日水曜、午後1時から4時。総合保健福祉センター。受付は先着10人まで。申し込み。電話で相談当日、午前8時30分から、社会福祉協議会、電話 443-0748。 心配事相談、3月4日水曜、18日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。問い合わせ社会福祉協議会、電話 443-0748。 司法書士相談、3月10日火曜、午後4時から6時、総合保健福祉センター。受付は先着12人まで。最終受付は午後5時30分です。問い合わせ、社会福祉協議会、443-0748。ハローワーク千葉出張相談、3月10日火曜、午前9時30分から正午。3月27日金曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。生活困窮世帯や一人親家庭などが対象で、各日先着5人まで予約制。申し込み、社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話 312-0766。気になる子供の個別相談、3月16日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター、予約制で先着6人まで。申し込み、社会福祉協議会、電話 443-0748。 年金相談。年金相談は各月、偶数月、第3木曜日の開催で、次回は4月16日木曜です。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。 交通事故相談、3月19日木曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター、予約制で相談日の2日前までにご連絡ください。申し込み防災課、電話 443-1119。 人権行政相談、3月26日木曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。人権擁護委員と行政相談委員が相談を受けます。問い合わせ総務課、電話
1113心の健康相談3月9日月曜午後2時から4時総合保健福祉センター予約制申し込み障害福祉課電話443-1649弁護士相談市税滞納者3月29日日曜午後2時から4時納税課受付は先着6人まで申し込み納税課窓口または電話443-1115家庭児童相談毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時30分から午後4時総合保健福祉センター電話相談も受け付けます。問い合わせ子育て支援課電話443-1693学校教育相談毎週月水金曜日祝日を除く午前9時から午後3時八街市教育支援センター電話相談専用ダイヤル電話310-5017問い合わせ八街市教育支援センター電話443-8040家庭教育相談毎週火曜から木曜日祝日を除く午前9時から正午午後1時から4時中央公民館内社会教育課問い合わせ社会教育課電話443-1464消費生活相談毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時から正午午後1時から4時商工観光課内問い合わせ八街市消費生活センター電話443-9299これで8ページを終わります。以上で令和2年3月1日発行第848号声の広報八街を終わります。花粉、風邪、インフルエンザ、コロナウイルスと私たちを取り巻く環境は決していいとは言えませんが、十分に休養をとり、お元気にお過ごしください。朗読は朗読グループやまびこでお届けいたしました。